こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いします。さあ、そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。初耳怪談初登場ですね、三味線漫談家林家あずみさんです。お願いいたします。林家たい平の一番弟子、三味線漫談家林家あずみでございます。よろしくお願いします。あずみさん、はい、おしまいです。おしまいです。はい、これもいりませんので、はい、さん、ここから三味線一切触りませんから、ね、はい、全く触りませんので、これだけのために、一切使わないですよね、だけのためですよ。はい、でもね、なぜこのね、三味線漫談家でありながらも、はい、こう怪談なんかも話をなられたんですか。それこそ島田さんのお怪談巡りをきっかけなんです。あれ初なんですか。そうなんです。あの、同じ演芸会で話し家の庄屋お兄さんが、はい、お仲良し仲良し春風亭庄屋さんっていうね、はい、あの翔太師匠のね、お弟子さんなんですけど、その方がもともと同じ事務所の芸人で、はい、実はあの階段すごい方いるんですよっていう紹介していただいて、そうなんです、お会いしたわけじゃないですか。それで初めて紹介してもらって、あの周平さんの階段巡り出たのをきっかけに、あのかなり怖い話ができるっていう印象がついて、そういう落語会とかでも怪談ちょっとやってから漫談やってもらえないかっていう依頼もあって、今度ご一緒させていただく、あ、そう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 、あのお笑いの会に怪談を組み込んだイベントも呼ばれるようになって、だって聞いたら、あのその本番前とかにいろんな師匠方から、うん、まあ、あの安住ちゃんちょっと怪談話してよとか、裏側でも、そうなんですよ、怪談求められるようになったんで、ね、そう、あの体験談聞かせてよとか、うん、僕の嫁が YouTube 好きで、お怪談巡りと七不思議さんのチャンネルで、うん、あなたが喋ってるとこもうずっと神さんが見てるよとか、ファンが着々と増えておりまして、ありがたい話です。でこういう方だからね、結構その裏側でも、ね、はい、皆さんからこう可愛がられてるんですけど、はい、ちょっとその安住さん変わった、ね、あの癖をお持ちというか、バラしちゃうんですか。変わった癖なんですか。すぐバラすから、もう自分から毎回話してくるじゃないですか。あらあらあら、どんな癖でしたか。私はですね、あの私たちの世界、更衣室楽屋が男性女性みんな一緒なんですよ、師匠方と。そこで着替えるんですね。なので絶対に師匠方のパンツを毎回見れるっていう特権があるんです。で私はもう1枚でも多く師匠方のパンツを見るために楽屋にいる。で一応パンツ見る前にどういうパンツ履いてるかっていうのを自分の中でも見当を立てて、合ってるのかの答え合わせをするっていう。今まで数々見てきたから、もうその人見ただけでその人がどんなパンツ履いてるかっていうのがもう分かる。分かります。そうなんですか。分かります。今日の周平さんは、はい、あのユニクロのツルツルのボクサータイプの黒か紺。え、嘘でしょ、マジで。マジでピンポイントでユニクロのツルツルのボクサータイプの黒ですよ。当たってるんすか。マジで。マジすか。見たい見たい。見せてもらいます。別にいいけど、じゃあノブソンだけ来ますけど、なんでそこ限定なんですか。こっちを見せてください。マジで言わないんだよ。ユニクロのボクサーの、ツルツル、ユニクロのボクサーの、これユニクロのツルツル、マジで。すごい。なんかトランクスとかぐらいだと思ったら、もうそこまでピンポイントで、すごいすごい、成長してますね。そうなんですよ。能力がもう高まっちゃって。事前に見てたとかじゃない。見てない見てない。今日楽屋別でしたから。楽屋別です。モーモーさん、モーモーさん、うん、確かに、パンツどんなパンツかちょっと分かれてるじゃないですか。履いてないパターンもありますよ。つわもの。つわもの。でも当ててみてもらえたらちょっと嬉しい。意外と、はい、柄の強めのトランクスです。お、トランクス。トランクス柄強め。え、これどうしよう、答え。じゃあ私も当てていいですか。いきましょう。はいはいはい。紙おむつ。いやだよ。ありがとう。アテンとしてるか。無にはの外線もある。緊張してちょっと漏れちゃった。いやいや、漏れてないから。くしゃみとかで。でも、すいません。違った。違う、うん、グレーの、あの、ボクサーブリーフでした。つまんない男だね。つまんない男。つまんない男。つまんなくないだろ。つまんない男。ちょっとかすってたら同じようにするつもりだったよ、もう。この風貌だと意外性持てよ。見てよ。あんたねえだろ、なんでそのまま言わなきゃいけないんですか。助けるんじゃないですよ。この人がこういうの履いてたらいいねっていう願望でもやってたから。希望ですもんね。いやいやいや。じゃあ、DJ 響きさん。響きさんもそうでしょ。知りたい。行っちゃっていいですか。行っちゃって行きましょう、行きましょう。ぜひぜひ、はい。ピッチピチのティーバッグ。健康、健康者。健康者。え、まさか履いてて
なわけないでしょ。まあね、そういうイメージが、はい、あ、面白い。蛍光の黄色がいいですね。黄色か、はい、ちょっと今度考えますね。ちょっと今ちょっと違うんだ。違うんですね。あ、面白い。いや、すごいですね。ちょっとそうやっていろいろ妄想されたりとかっていうね、楽しい、まあ一応特技というか趣味も持ちます。はい。はい。ありがとうございます。今日は怪談ですからね。そうですね。封印して。お願いいたします。さあ、では続いてのコーナーに参りましょう。初耳怪談、ファーストテイクです。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクなんですが、本日怪談を披露していただくのは林家あずみさんです。お願いいたします。よろしくお願いします。いよいよあちらステージの方で、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。よし、いつもだって座ってね。そうなんですよ、あんまり立って喋ることもなければこのようなマイクで喋ることもないので少々緊張しておりますが。そしていつも三味線も持ってますからね。そうなんですよ、丸腰で普段弾かないですけどね、そんなにあれ、はい、準備よろしいでしょうか。よろしくお願いします、はい、本日はなんと、はい、ご本人持ち込みの初おろしの怪談を披露していただけるそうです。はい、それでは林家あずみさん、よろしくお願いいたします。これは同じ落語会の、古今亭はじめお兄さんと林家ケーキお兄さんが体験したものをお二方から伺った話です。二人は仲が良くてお互いの家で飲みをするというような間柄で、その日はケーキお兄さんの家で二人で飲んでいた。で、はじめお兄さんがコックリさんをやろうって言い始めて、で、コックリさんを二人でやり始めたんです。で、ああ動くね動くねなんてもうキャッキャキャッキャやっていたんですが、お酒も入っているので、ケーキお兄さんの方がもう眠くて飽きてきたから俺はもう寝ると。で、寝たんです、ケーキお兄さんは。で、ケーキお兄さんどれぐらい寝たかわからないんですが、ブツブツと話し声がうるさくて目が覚める。パッと見るとはじめお兄さんが一人でこっくりさんをやり続けているんです。で、やば、怖っと思って自分の眠気が勝ったのでそのまま寝ました。そうしましたらどれくらい寝たかわからないんですが、もう苦しくて苦しくてあーって目を覚ましたら、自分の胸の上に正座した形で中学生か高校生ぐらいの女の子が乗っかってぐーっと睨んで覗き込んでいるんですって。で、うわーって振り払ったら、そのうわーの声にはじめお兄さんがってびっくりした顔でこっちを見ている。で、ここからがはじめお兄さんから聞いたはじめお兄さんの目線でのお話です。で、はじめお兄さん、もうケーキお兄さんが寝てしまってなんだよって思いながら一人でこっくりさんを続ける。で、そのうちにもうどん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 と会話ができていく中で、16、17ぐらいの女の子なんじゃないかなって思いながら会話を続ける。で、そうしたら自分もちょっとお酒が入ってるから何を質問したか覚えてないけれど、とても失礼な質問をしたんです。そうするとものすごく怒ってるのが分かって、うわ、ごめんなさいごめんなさい、僕じゃなくてケーキの方に行ってくださいって言った瞬間に、ケーキお兄さんがうーってうなされ始めて、うわーって跳ねのけた。で、はじめお兄さんがどうしたケーキって、どうしたどうしたって聞いたら、いやいや、なんかね、今ここに16、17ぐらいの中学生高校生ぐらいの女の子が正座して俺のこと睨んでたんだよって言った時に、はじめお兄さん普通ならうわ怖って、やっぱり怖いって思うのが普通なんですけれど、もう嬉しくて嬉しくて、自分が見ていたものと全く同じことをケーキが言ってる、俺が感じてたのとケーキのところに出たのが全く一緒だ、やったこっくりさん大成功だって、もうそこからはじめお兄さん家に帰ると毎日こっくりさんをするようになる。で、そのこっくりさんに出てくるのが毎回一緒の人が降りてくる、それがその16、17歳の女の子で、だんだんやっていくと会話がしっかりできるので、しのしほ、毎回どちらか名前を聞いてもしのだかしほだかわからないので、しーちゃんと呼ぶようにして、で、そのしーちゃんと会話を毎日のように楽しんでいる。そんな中、はじめお兄さんもうちょっとで死にかけるという事故に3回ほど会う。
で周りからそのコックリさんをもう毎日するのやめろと止められる。だけどやめられない。で楽しくて楽しくて毎日毎日しーちゃんと会話をするという日常が始まり、ある日お境に、はじめお兄さん自体がもう忙しくなりすぎて家に帰ったらバタン休で、1ヶ月ぐらいしーちゃんとの会話ができないまま、放っておいた。であそうだ久しぶりにしーちゃんと会話しようと思って始めるも、もう1ヶ月放置していたせいか全く動かなくなったという、そういったこっくりさんのお話でございました。ありがとうございました。はい、そのお二人っておいくつぐらいなんですか。はじめお兄さんが30半ばぐらいで、ケーキお兄さんが30前半ぐらいだと思うんです。でちょっとね、はじめお兄さんにこの話を聞いてる時にいっぱい不思議なことがあっていろいろ質問したんですけど、はい、毎回必ずしーちゃんが降りてくるっていうのも聞いたことないじゃないですか。こっくりさんっていろんなその時にいる、ね、低俗霊とかが出てくるとか聞いたことあるけど、毎回しーちゃんが出てくると。でじゃあそのしーちゃんとの会話が成り立ってるなら、何か私たちが知らないようなびっくりするようなお話とかって聞けなかったんですかって聞いたら、いやそれがね、今となれば あれも聞けばよかった、これも聞けばよかったって思うんだけど、その時やり続けてた時はあまりにも会話が成立するもんだから、普通の女の子とメールで会話してる感覚だから失礼なことが一切聞けないんだよって。普通の人と会話してる時にあなたいつ死んだんですかとか、うん、そんなにぶしつけな失礼なこと聞けないでしょって全くその感覚で、その死にまつわることだったり死んでると気づかせてはいけないっていう、なぜかこのマナーみたいなものを感じて、そういうそっちの世界のこととかの話を一切できなかったんですって。もう全く普通の女の子と会話してるのと一緒だったって。だから怖くもなければ毎日会いたい、毎日しーちゃんと喋りたいって思ってたって。それいつの話なんですか。去年ぐらいです。去年30代の半ばの方が去年こっくりさん、そうやってしかもハマってくって、はい、あんまり普通じゃない、ね、うん、取り憑かれてるとしか思えないでしょ、うん、なんかもう本当にそのしーちゃんに対して恋心を抱いてしまって何かっていう、うんうん、ね、どっちかが抱いてますよね。連れて行こうとしてるのか、だってはじめお兄さん命に関わりそうな事故に3回会いかけてて、はい、危ねえっていう、そこも持ってかれそうなってるってこと、はい、まあ、もしかしたらそのしーちゃんって女の子の霊も慕ってるんでしょうね、うんうん、だと思います。毎回出てくるのはしーちゃんで、悪気なく引っ張っていこうとしてる可能性もありますよね、うん、その死にかけたっていうのが大きな事故にあったんで、一緒に連れて行こうとしてる感すごい感じましたよね。そうですね、はい、で今でも怖かった話をするように話すんじゃなくて、いやしーちゃんとこういうことがあってみたいな話し方ではじめお兄さんが私に話すので、いやこれまだ取り憑かれてんじゃないのと思って、まだ終わってない感じはすごいしました。もう会えないんだよねみたいな。なんとなくですけど、そのしーちゃんっておそらく相当そのはじめお兄さんを慕っていたのかなという印象なんですよね。だからいわゆるこっくりさんって周りの低給料が寄ってくると言いますけれども、あの寄せ付けなかったのかもしれないですね。あー、もしかしたら、はー、しーちゃんが跳ねのけて、はいはい、私のはじめさんだよみたいな感じでやってたのかもしれないですね。っていうなんか印象、あれは考えられないですか、うん、その低級霊たちが、うん、そのしーちゃんというなんか人になりすまして毎回会いに来てたっていうことはないですか。なるほど。でも感覚はずっともう毎回同じ人なんですって、絶対しーちゃんで、やり慣れてくるとイエスとノーに動く前にイエスだったらもうゾクってするんですって。だからもう何か質問した時にゾクってした時はイエスだから、もう動くの待たずにもう次の会話に入ったりしてたんです。面白い、もうこの時間すらもったいないみたいな感じで、そんなにラリーしてたんですか。ラリーしてたんですって、普通に会話できたって言ってます。すごい、はい、だから好きな食べ物聞いたりも本当に普通の会話しかしてないって。これが例えばいろんな質問したわけで、そのしーちゃんのいろんな情報がもうあるわけじゃないですか、うん、っていうしーちゃんっていう方が以前本当実在してたら面白いですよ、ね、本当ですね。ちゃんと分かってね、どこに行って、うん、いつ頃亡くなった方だって分かれば、そう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 、どこどこの何々さんだったっていうのが、うん、ピンポイントであったりすると、うん、もうこれは間違いなく以前亡くなった方と交信できてたんだってことになります、ね、それってこっくりさんやり始めたのってはじめお兄さんの、はい、やろうぜって。俺多分、うん、そのしーちゃんどっかからもうはじめお兄さん乗っけてきてると思うんですよ。
でこの乗っかってきてたこのしーちゃんが自分が幽霊っていうことを認識してんのかしてないのか分かんないですけど、このはじめお兄さんと会話すんのってどうやったらええのやろうなっていう、この女子高生のこのしーちゃんの知識がこっくりさんやったじゃないですか。自分が幽霊だとしたら、この生きてる人すごい気に入ったんだけど、どうコンタクト取ったらいいんだろうと思って、あ、こっくりさんだっていうので、はじめお兄さんにこっくりさんやらしたんじゃないですか。で、一人だったらこっくりさんってできへんから、その友達のケーキさんを誘ってこっくりさんやって、自分の存在もうついてるんですよ、はじめお兄さんに。で、自分の存在をこのはじめお兄さんに教えるためにこっくりさん使ったんじゃないですか。でもこっくりさん、そうですよね、こう本当一大ブームになったのってだいぶ昔ですね。そうですね、今ってなかなか聞かないですね。やろうぜってそんなのワードとして聞かないです。それで変なこと聞いちゃって、あっちに行けってケーキさんの方に行かせて、ケーキさんがわーってなるわけですよね。でそこで見たのも16、7歳、中学生か高校生ぐらいの女の子が正座しながらギーって睨んで覗き込んでたんですって。でケーキさんがそういう人を見た、で、はじめさんもそんな感覚がしてた、そのケーキさんの証言で、あ、いるんだっていうこうね、確証を得てたわけですもんね。はい、でその時も怖いんじゃなくて、やったって、合ってた、俺が感じてたのとケーキが見たの一緒じゃんみたいな。だからそれって多分ついてるから、この女の子の感情も入ってきてるから、うん、分かってくれたっていう、そう、認識させることできたんだっていう感じなんじゃないですか。だから怖がらずに、うん、よっしゃみたいになったってことですね。今会えないみたいな、ちょっと失恋めいた感覚になってるんですよ。もう会えないんだって、全然出てきてくんないんだよねって、うん、成仏したんじゃないですか、うん、あ、成仏したね。そうそうそう、いやだから多分本当に人として扱ってくれたのとかめちゃくちゃ嬉しかったんじゃない。だから恋心をね持ってくれたっていう、うん、あ、ありがとうっていう、うわ、だからちょっとギャ変わったんじゃないですか、考え方とかが途中で、うん、そう、最初こそね、もしかしたら本当に連れてこうと思ったかもしれないけど、うん、やり取りしてって、うん、すごい真摯に向き合ってくれるわけじゃないですか、うん、そうか、だから連れてくのよりもっていうか、自分のもう悔いがなくなったというかね、ちゃんと喋ってくれるからっていうのになったんじゃないですか、うわ、それかもしれない突然いなくなって何にも動かなくなったんですって、そっから一切動かず、うん、だからまあいたとしてもね、だからノブさんについてるあの女性の例とかと一緒、うん、もあのここいるらしいんですよ、僕ずっといるらしいんで、女性が、まあ、いつでも成仏できるんですけど、このついてる女性がお笑いと怖い話が大好きなんですって。ああ、なるほどもっとやれと、ちょうどいいんですって、もっと怖い話とお笑いやれっていう相性がね、多分きっとあると思うんです。ノブについてる例はきっとノブのことが、うん、そういろんなことやってるのを見てるのが好きだからって言って、うん、多分ついてるんだと思う。でもそれが応援もしてくれてるから仕事も好調なわけでしょ。だからね、やっぱお笑いとそのね、怖い話にね専念して、もうバーやめなさいよ、もうバーって、バーはいいじゃないか、バーはだからそれは別にっていう、いや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 、これは応援してますからね、応援してるんです。バーも好き、バーも好きですよ、お笑いと怖い話とバーが好き、そんなわけあるか、お酒好きなね、お酒好きです、お酒好きか。でも僕思ったら本当に人間ですから、幽霊も、そうそう、元々相性って絶対あると思って、だからはじめさんのその今のお話でも一緒にいたい、そういう思いっていうのがずっとあって、でもそれっていうのがまだ一緒にやり取り、普通に LINE とかメールとかするような感じでこっくりさんやってる感じでしたけども、ちょっと間違ってしまうと、僕がもらったお話の中でも一緒の人とやり取りしてた人がいたらしいんですよ。小学校の時にいつもそいつが出てくる。小学生の男の子が小学生の女の子といつもこっくりさんでやり取りしてたんですって。で、その時にその女の子がいろんなことしてて、自分の知らない情報とかもたくさん教えてくれたと。だから雑学も教えてくれたらしいんですよ。金メダルって何でできるのみたいなの聞いたら、銀って教えてくれたらしいんです。パーセントが一番銀が多いんですよね、金メダルってね。そういう雑学も教えてくれて、めっちゃ仲良くなったんです。で、仲良くなったんだけど、こっくりさん禁止って言われてしまったから、学校の体育館の裏の花壇でやってる時に、友達3人とそのこっくりさんやりとりやってたら、途中でね、またそこでもちょっと、もうあんまりできないんだ、みたいなことを伝えたら、帰らなくなっちゃった。帰らない帰らないで、そのこっくりさんが帰らなくなっちゃったから、その3人の中の1人の男の子が怖いからって言って、もうやだこれって言って10円玉を取って横の花壇に投げちゃったらしいんですよ。投げちゃったらそこの花壇のところに自家用車がボンって突っ込んできちゃったんですって。学校の裏ですよ。でこれ何があったかっていうと、運転してたのが教頭先生だと。学校が終わって放課後帰ろうと思って運転してたら、ハンドル急に取られた感じなんて、ここに突っ込んできちゃったんです。
だからその時も思ったのは、もうそれ以降そのコックリさん本当にやらなくなって、そういう怖いことっても起こらなくなったそうなんですけど、仲が良かったからこそ、切り際って言ったらおかしいですけど、なんかこの関係性の立ち方みたいなも人間と一緒で霊も大事なのかなってもちょっと思いましたね。ああ、そりゃそうですよね。ずっとね接点あったのに最後急にね、もうはいもう会いませんなんて言ったら、それはね腹立ちますし。そうですよね、やっぱりね。いやでもなんかさっき動く時 の、 そのイエスノーまで動かずに感覚で分かるっていうのを、実は僕経験したことあるんですよ。どういうこと？あの昔ある配信番組の企画で、ウィジャボードって、はいはいはい、わかりますかね、あのコックリさんの元になった、まあ、西洋のね、はい、あのアルファベットが書いてある文字に対して木の板を置いて手を添えて動くっていう形のやつをやったんですよ。で正式にやりましょうということで、いろいろこうそういった、道具をしつらえてやったんですよね。でそれがとある事故物件で、ウィジャボードやると、やってたんですけど、コックリさんとウィジャボードって実はちょっと違うんですよ、微妙に作法が、正式にはウィジャボードは2人でやるらしいです。でも複数人でやる ところもあるって、それはいいんですけど、一番違うなと思ったのは、コンタクト取る人が決めるらしいんですよね。みんなで質問するんじゃなくて、私が霊とコンタクトしますっていうのを決めるんです。でそれを順番でやってたんですよ。でやってて僕の番に来たんですよね。で次ビキさんがコンタクトしてくださいって言って、木の板にこう手を添えて、でその事故物件の何者かに対して、私があなたとコンタクトします。でなぜか僕、今ここにいる霊はこの物件の人じゃないですよね、他から来てませんって質問をしたんです、そしたらこれ初めてでしたけど、添えてるこの左腕が突然震え始めたんですよ。でそれがもうこんなレベルです。もうこんな状態で震え始めてきて、で怖い半分、あの嬉しい半分というか、ね、こういうもんなんだと思って、でこっから違う先別の生き物みたいな、でその時に、あもしかしたら嫌われてるかもと思ったんで、あなた私とコンタクトしたくないですよねって言ったら、ピタッて止まったんですよね。で、私じゃああなたと喋りませんのでって言って次の人に回したっていうのがあって、はで、あの時になぜか拒絶されてるっていう感覚を覚えたんですよ。だからもしかしたら先ほどのね、あのはじめさんが、イエスノーがもう感覚で分かるっていうのって、なんかそういう状態なのかな。感覚あるね。あれない、その夜、はい、夜ね、はい、家に帰ってた時に、はい、もうガチャって玄関開けた瞬間に、はい、今日今奥さん機嫌いい悪いっても分かるみたいな、はいはい、あの感覚はありますよね。あります。大体91で悪いんですけど、もともと悪いんじゃねえか。マジでなんか分かる。なんだろうあれ。分かりますね。ガチャの感じで、あれは不思議と分かるんですよね。あ、分かる。私は師匠です。師匠大変師匠。あんな温厚な方だと、まあ、時々ね、まあ、朝とか会った時のもう最初の顔とか表情とかで、はい、あ今日機嫌いいとか、あ今日しんどそうとか、もう今日機嫌悪いとか、もうすぐ分かります。すぐ喋らずとも見ただけで。やっぱり師匠と弟子ですから、本当に師匠のことをずっとこうね、ケアしてっていう、もう全アンテナ張ってるぐらいの緊張感を持ってますし、僕もやっぱ妻に対しても全緊張感持ってます。師匠の関係なの。師匠並べないの。師匠師弟関係なんですね。いや、本当にいつもアドバイスいただいてますんで、ご指導いただいてますから。なるほど、そういうことが師匠だと思ってるから。だからすごいなんかね、リスペクトを持って、そう接してるからだと思います。絶対そういう言い方。いや、まあね、話出ましたけど、そういったこうね、まあ話し家さんの世界というか、三味線漫談家さんやられてますけど、ならではのこう話とかってあったりするんですか？ならではで言うと、今ね、あの師匠太平のもとについて14年ですけど、師匠太平って異常なほど怖がりなんですよ。全くイメージないですよね、はい、とにかく怖がり で私が一緒じゃない一人で地方のホテル泊まるときに、タクシーの運転手さんにどこどこホテルまでお願いしますって言ったら、その運転手さんが、あのホテル泊まんの、あそこ出るって有名だよみたいなことを聞いただけで、あの一番ホテルから近いお酒飲めるところで降ろしてくださいって言って、そこで記憶飛ぶほど飲んでからチェックインして、もうその日の記憶ゼロですってぐらい怖がり、そんな師匠と地方泊まりに行った時に、やっぱり師匠だけグレードの高い部屋取ってもらえるんですよ。いつもダブルだったりで、私たちはもうシングル、もう普通の部屋で、いつも弟子は師匠の着物、その日着た着物とかをクローゼットに並べていって、師匠の部屋でお世話してから、じゃあおやすみなさいって部屋出るんですけど、それやってたら師匠が、この部屋怖くねえか、変だよな、怖いよなって言うんですけど、全然怖くないんですよ。ただすんごい古い洋館の
テイストの部屋だから、あのバカでかい部屋なんですよ。でさらにベッドルームと謎の応接室があるんですよ。その応接室にはもうでかいテーブルにもう椅子が6脚も並んでて、その椅子ももう西洋の晩餐会開くみたいな椅子で、で大きいソファーがあって、あもう俺はこんな部屋には泊まれない、怖い、あずみちゃん一緒に泊まってくれって、やだよと思って、なんで一緒の部屋に泊まるんだと思ってそれ嫌ですっつって、で怖いよ、じゃあ俺あずみちゃんの部屋に泊まるから交換しようって言い出して、でおじゃあ私の部屋見てきますねって言って見に行ったら、とてもじゃないけど師匠を乙女していいような広さじゃないんですよ。もうベッドだけで部屋が埋め尽くされてるぐらい であの師匠私の部屋はもうダメですと、刑務所みたいな状態です、そんなことないですあんなとこダメですダメですって言ったら、あじゃあもう今から酒を買いに行くって言って一緒について行って、コンビニで信じられないほどのストロング缶入れてるんですよでもうあこれで記憶飛ばす気だと思って、で一緒に部屋戻って、じゃあおやすみなさい、明日何時に朝ごはんのコンコンに来ますねって言って部屋出て、で朝コンコンってしたらもう寝坊なんかする師匠じゃないのに、あって私のコンコンで目が覚めて、あっつってガチャって開けた師匠が昨日と全く同じ格好で飲み散らかしたお酒で、で、はあ、昨日怖くて部屋にもいるのが怖くてそのソファーで寝たっつって、どんだけ怖がりなんじゃと思って何を言っとるんだっていう師匠漫談で師匠怖がり漫談違う、はい、今完全に怖い話する体で今話し始まったんで、はい、いつ何か起こるのかないつ、ね、ハプニングがというかと思って聞いてたら、ね、何でも起こると思うな怒られちゃった、そうそうそう、欲しがりすぎだろ、何してんのかな、そうですよ、何でも怖い話につながると思うんじゃないよ、ね、師匠飲みすぎた話をされたとにかく怖がり、怖がりなんです、ね、めちゃくちゃ怖がりです、イメージなかったですけどね、怖がりで、ああいうね皆さんってやっぱりこういろんなね場所にこう行かれたりもするから不思議体験されるとか、うん、ホテルでねって経験もあるとかって話も聞きますけど、うん、なんかはもう一つなんかあったりするんですか、お話とか、ホテル関係なくてよければ短くて怖いのあります、今度漫談じゃないです、漫談じゃない、今度ちゃんと怖いそれはもう欲しがってるものを提供するニーズに応えるあのマジで僕のこと裏で、はい、あの階段生ハゲって呼んでるなるほど、何だっけ、階段生ハゲ、階段生ハゲって呼んでるみたいな、怖い話にいか怖い話にいかってもう渡り歩いてる生ハゲだった渡り歩いて何か起こる話、はい起こります、これはもう怖い、ちょっと怖い話です、はい、私の、体験談で、地下鉄に乗る改札でエレベーターを押しました。そしたら下からエレベーターがホームから上がってきました。ガラスになっててエレベーターの中が見えるタイプの、こういう風に開くエレベーターで、上がってきたエレベーターの中にベビーカー持ったお母さんが乗ってました。で、ベビーカーのお母さんが降りると思って避けて待ってたんですが、ドアが開いてるのにお母さん降りてこない、えと降りてくれないとまたホーム行っちゃうよって思いながらも降りてこない、でドアを押さえて降りないなら乗るよって思いながら乗りまして、このボタンの前でホームを押しまして、したらここねフルフラットになるぐらいの大きい黒いベビーカー でそれがここにあって、でこの中から赤ちゃんじゃない声の低い男の声で、うーうーって聞こえてくるから、私あワイヤレスイヤホンつけてんだけど、えと思ってワイヤレスイヤホン取ってもうーって言ってるから、ちょっとお母さんと思ってお母さんの方を見たら、お母さんシャンパンゴールドのシャカシャカのブルゾンを着て、パッツリとしたショートヘアなんだけども、その前髪が全部顔にかかってて鼻しか出てないんですよ。でもずっとこの状態でベビーカー持ってる、でまともじゃない、この中に入ってんのも赤ちゃんじゃなくてなんか変なもん持ってるかもしれないって、もう気が触れてる方だ、怖い怖い怖い、殴られたり
なんか刃物とか持ってたらどうしようと思って、もう早く早く着け早くホームにと思って、で普段ならドアが開いてもベビーカーのお母さんとか先に絶対に降りてもらったりするんですけど、もう怖すぎて我先にもうドアが開くと同時にバッて外出たんだけども、その一瞬ででもやっぱりベビーカーがガシャンって閉まっちゃいけないっていう理性が働いて、開くドアを手で押さえながら降りて振り返ったら誰もいなかったんです、エレベーターの中、はい、っていう体験をしました。それはすごいですね、そんだけ存在感あって、はい、ね、細かく覚えてる、はいはい、都内ですか？都内です、都内の地下鉄です。まあ、あの駅は言えないですけど、つくばエキスプレスです。エレベーターで、ね、結構教えてくれるんだな。そうなんだ。結構し、ね、絞れちゃうんですね。あとね、寄せの会場が近いです。そうですね。そうですね。だいぶ絞られましたね。はい、3つぐらいね、今絞れてますけど。つくばエキスプレスというところでも。すごい、これあのすごい興味があるんですけど、このワイヤレスの違反をしてましたよね。はい、そのしてる段階でおーって聞こえてますよね。聞こえてます。そのつけてる時と取った時とで。うん、声の質ってどうでしょう？それが一緒だったんですよ。あ、そうか、大きく聞こえたとかじゃなくて、はい、まんまのものがうーって。だって最初してたわけでしょ。そうです。音楽聞いてたんでしょ、はい、なのにそんな聞こえてしっかりと、はい、とっても同じように聞こえてる。一緒でした。はじゃあもう直接その脳にあかもしれない、ね、あの物理的 な、ね、あの音の空気の振動ではなくて、うん、っていうことですかね、はい、でそのまあパツンとこうね、ショートカットで、その目が見えてないというヘアスタイルでしたけども、そのうーって言ってる謎の赤ちゃんみたいな存在は見えなかった。中はもうあの黒い蓋がこうガバッとこう覆われてて、はい。でもこれです、お母さん。ここまで。前髪全部垂れてて、鼻だけ吸って見えてました、こうやって。何なんでしょう、ね、何やろう。でコロナ禍でまだみんなマスク取っちゃいけませんよっていう時期だけど、マスクはつけてなかった。だからそれも違和感があって、ね、お母さん、子供いるのにマスクつけないんだと思って。じゃやっぱりその時代に生きてた方じゃなくてってことなんですかね。何だったか全くわからないです。エレベーターは怖くなりますね、乗るの。うん、密室ですもんね、狭いし。ちょストローク怖いですよね。だって上がってきたんですもんね。はい、そこにもうすでに乗ってました。ね、あ、怖それ。で降りてこないからと思いながら乗って。でベビーカーだからね、こうドア開けながらどうぞって振り向いたらいないって、これめっちゃ怖いね。怖い、そうなんです。でぼんやり見えてあったとかじゃなくて、一緒に本当にもう物体としてここにベビーカーもあったし。お母さんの服も未だに覚えてますもん。ほんとシャンパンゴールドのシャカシャカブルゾン。なんか匂いとかはなんか。あ、匂いなかったです。無臭だったんですね、うん、特にね。いや、ありがとうございます。いえいえ。いや、今日今んとこね、だって温泉でね、ぬるぬるしたところで転んだって話と、はい、太平師匠が怖いとお酒いっぱい飲むって話。はい、だけでしたからね、今あれですね、今振り返ればおふざけに来たみたいなね。ステージでね、ちゃんと帰りも話していただいてました。ちゃんとやりました。ちゃんとやっていただいてました。本当にね、またぜひお願いいたします、ね、ありがとうございました。さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、皆様からのですね、不思議体験随時募集しております。個性的なメンバー揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。